どうも、ありがとうございます。どうも、ザンザンです。グビアンです。というわけで、第1回いいところをということで、はい、今回は、はい、自分のいいところを自分でやってようっていうね、そういう企画です。なるほど。後輩が、はい、まあ、10人ぐらいですかね、まあ、関さんメンバーが、まあ、いろんないいところを挙げてくれて、まあ、それを集計してランキングにしましたと。なるほど。それを当てようというね。で、これ俺バージョンと、なんとこれ電眼バージョンもあるんですけど、はいはいはい、前編は俺、はいはいはい、後編電眼。じゃあ今日の動画は花を、うん、で、これトップ10当ててもらうんですけど、はいはい、トップ10当てるまでに要した回答数、より多かった方、より自分を客観視できなかった方は、ツイッターでよくありますよね、ご報告みたいな感じでメモをスクショ4枚ぐらいバーン、あのフォーマットで皆さんに報告があります。私のいいところはまず1つ目、こういうところがいいと思います。嫌やわそれ、本当に嫌やわそれ。そのエピソード、みんな何や何やって見たら何やねんすみたいな。まあまあまあ、それでも投稿するということでやっていきたいと思います。はい、 Make it possible with グドモ。お願いします。はい、ということで花尾のいいところランキングトップ10、我々のところにデータ来ました。で、あのね、集計方法なんですけど、はい、関沢のコラボ含めて全員に1人5個聞いたそうです。おお、なるほどね。かぶったやつがまあ何ポイントみたいになっていくんですけど、はい、その中でも一番いいやつ、僕の中でも一番いいやつは2票としてカウントすると。で、トップ10に入ってないやつも一応ね、こっちにデータ来てるんで、はいはい、それ13位ですって言えます。ピンポイント賞は回答数マイナス1人で。あ、おい、いいっすよ、全然いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、全然大丈夫っす。じゃあ、花尾選手、まず最初の回答どうぞ。第1位書きますか。第1位、はい、これ、はい、じゃあ、はい、はい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 、もう普通に第1位ね。じゃあ普通に自分のいいとこと思ってるわけね、そこ。あ、そうそうそう、それはもうそれはとりあえずじゃあ僕が思う第1位は、はい、でん、想像力。想像力は第1位でーす。おめでとう。こちらなんと、多分全部で12人聞いてるうちの6人がこちら回答します。あ、6人や。でも6人が回答します。こちらは俺も多分書いたと思う。お前なぁ。やりだしたらもう終わらんけど。でもお前、お前らもう焼肉おごらなあかんやな。もうこれは結構緊張数字外したらきついしで、あなたがやりだしたの。はい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 、書きました。はい、次ね、はい、第3位。はい、第3位ね。第3位は地味にリーダーシップがある。なるほど、なるほど。第3位、地味に、ちょっと待ってくださいね。まあこれ、これですね。ということでこちら第13位です。おー、マジで。俺結構これ自分の中であると思ってたのに。あのトップ10全く入ってません。あなたのリーダーシップ全く見られてます。俺リーダーの本とかちょいちょい読んでるのよ。まだ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 いいとこあります。まだまだいいとこあります。いくらでもいいとこあります。うん、はいはい、受けました。はい、これ第8位、はい、聞いたら編集を詳しく教えてくれるところ。あーあー、こちら、編集を詳しく教えてくれるところ、はい、第9位でございます。おー、惜しい。くくりとしては後輩思いっていうくくりで、編集を丁寧に教えてくれる系でめっちゃ入ってます。あー、まあ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 、まあ、だいたい今までつかんだかもしれない。はい、第2位、はい、はい、これでしょう。子供っぽい。なるほど。おー、なるほど。これはよくよく考えたらね、やっぱあのドラえもんの本にも書かせていただいて、はい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 、これやっぱ自分はあの他の 同級生に比べて子供っぽいと思います。いや、さすがにそうじゃないか。こんな社会人じゃやばいし。こちら第4位でございます。まあまあまあ、さすがにね、まあ若い子供という
というところが第4位にランクインしております。まあ、4票プラス我がの第1位ということで5票と。まあ、いいとこに注目しました、正直。第7位はこちら。実は組織思い。なるほど。なるほど。第位。はい。入っていませんマジで。もう、だからさ。県外でございます。結構来年真面目な文章を投下してるやん。まあ、うわ、これマジでみんなどう思ってるのか。あいつらの顔を思い浮かべてんだけど、今。みんな誰も答えてくれへん、今。いや、最後は、花放送のまま言っただけやけど。そうですね。これもだから、悪いところの表裏一体です。あー、なるほどね。俺ってやっぱ悪いところで言うことの表裏一体。なるほど、はいはい、みんな分かってる、ありがとう。第3位。はい。突拍子もない行動。なるほど。なるほど。こちら。第3位でございます。うっしゃー、ありがとうございます。これから認めましょう。こちらにはね、あのキーワードとしてクレイジーってことになってクレイジーという言葉、はい、これね、4人の方が言ってて、ハシケン、バグってる、いい意味で、いい意味で広まる、オンの時のクレイジーさ、いい意味でほんまにそう書いてある。第7位。はい。第7位は動画に対して誠実である。なるほど。こちら第2位でございまーす。マジで、マジで、こちら2位でございまーす。マジで、こちらが2位です。2位、2位です。いや、嬉しい。ありがとう、ほら。俺の中では上位のね、ポイントだったので、はい、こちら2位で、2位でございます。本当にありがとうね、みんな、本当に、はい、大好きだよ。おい、もう何言わせてんだよ、おい。これ、俺的にもうちょっと数字上げたかったわけ。でも、お前らどうせ興味ないやろ、こういうとこみたいな感じで、ペッタが7位とかしてたから分かってんじゃん。ダメですよ、 YouTube のやり方なくなったら。だってトップ3が全部 YouTube 関係やん。これはちょっと比較三原則だな。これ比較三原則レベル。これを失うとほんまに終わり。それはちょっとほんまにお約束する。する。でも半分当てましたよ、半分。10分の5当たったよ、これで。あ、分かった。ないない。はいはいはい。ファン思い。なるほど。どこで自分でそういうとこ、そういうの思います。いや、でもこれは俺はでもね、ツイッターでいいねとかはこれ誰よりもしてる。誰よりもしてる。多分ね。いや、他の人たちは見てへんけど、ファン思い、ファン思い、こちら、はい、第県外でございます。いいね、本当にしてるのかな。What is the best point?第7位。思い立ったら即行動。こちら、はい、第5位でございます。すごいね。おー、こちら第5位でございます。第8位。実はいろいろ考えてる。こちら第6位でございます。おー、ありがとうございます。こっからむずいな、マジでな。むずいよ、結構。はい、でも7位は明日、まあ、7位は当たり、7位は全然当たりそう、確かに。あとね、花尾のあの髪見てても思うんやけど、花尾最近あいつ漢字書けんくなってきてるよね。漢字書けんくなってきてる。あいつ花尾最近ね、ひらがなにハマってるよ。集中力ひらがなやから。やばいやばい。まあ今あなたが着てるものとかもね、もしかヒントかもしれないですね。これかな。はい。第8位。第8位。新しいことにチャレンジする。おー、なるほど。言えないです。はい。それこちら第7位でございます。こちら正解です。ありがとうございます。こちら7位です、正解です。7位か、これ。あと2個、あと2個。8位と10位ですよ、あと。後輩からのいいところ。これきついな。10位は電眼との違いじゃないけども、そうですね。なんていうんかな、これ、なんつったんや、これ。じゃあもうこれかな。はい、第10位。はい、はい、切り替えが早い。もうちょっと、もうワンタンゴ。もうほぼ正解、ほぼ正解でいいけど、もうこれまで最後までいってほしいっていう。メイ、あ、分かった分かった。メリハリがもう、まあ、まあ正解でいいけどな、これ。もうええ、もう正解でいいけど。もちろん、こちら第10位正解です。ありがとうございます。はい、言ってほしかった単語はオンオフですね。オンオフかい。オンオフの切り替えがすごいって書いてあります。まずはこれね、あの一番いいところって言ってくれてます。ちゃんと陰キャだった。バカ野郎。
ファンだった頃は実際は陽なのかなと思ってたけど、オフモードがちゃんと陰で安心しました。やられるわけでいいのか。後でちょっと来い。丸丸乗せて後でちょっと来い。でもじゃあまああと8位だけです。8位は漢字2文字です、答え。でもあの浜田さん、この漢字書けるかな。まあまあまあ、僕の見立てだと、うん、書けないですね。いや、そんな難しい感じちゃうよ、でも。わかった。はい、第8位、はい、適当。適当。あの YouTube 以外のことに対しては、はい、まあ、大雑把で、はい、まあ、よく、あ、寛大、よく言う寛大的な意味の寛大。いいキーワードを出かけたので惜しい。惜しい。なるほどね。寛大はめちゃくちゃね、もうね、ほぼみたいな、ね、おやつ、関係かけてるな。もうかけてますな。叫んなよ。独学で知ってんじゃん、こんなもん。お前、寛大って調べたら類義語で出てくる。寛大か、これかだったら、こっちなんじゃない。まあ、それはそうですね。え、出てこなかった。出てきました。はい、じゃあ、加納さん、答えどうぞ。第8位は、はい、寛容でございます。こちら、寛容、第8位でございます。はい、こちらです。はい、こちらです。まあまあ、ほぼ寛大でもいいっすよ、ほんまに。一応最後のこれで、ね、ここまでいったから出してもらったんですけど。ということで、回答数25回、おお、2人賞4回ということで、21ポイントと。21回でトップ10全てクリア。2分の1か。中野さんどうでした、これ。あのトップ10聞いて。いや、難かったよ、ほんまに。でも思った以上に、はい、見てくれてるっていうのに感動しましたね。いや、そうですね。まだ、まるちゃんはもうほんま後でちょっと飲みに行こう。飲めないのにね。ということで、まあ、後半戦、前半どうなるか、はい、また次回の動画でお会いしましょう。それでは、さよなら。さよなら。